はグリーンに預けて、前にはパーカー、中にいるビバリーへ、ビバリーが下がりながらシュート、フェイダーでしっかり決めていきました。まずは福岡が先制。シラトからサンド、グリーンの壁を使ってそのグリーンに送ったスリーポイントシュート、早速決めてきたジョーモン・グリーン。ジョーンズが一気に攻めていく、パーカーに預けようとしたがここはスティール、しっかりとカットしていました。さあ逆サイドに振って丹野が狙ったスリーポイントシュート、決まった。ショットクロック残り10秒、シラト・グリーン、遠一からのスリー、決まった。早くも2本目。グリーン左ウィングから、ここは中にいるビバリーへジャンプショット、ここはブザーギリギリいっぱい決めてきました。ビバリーしっかり掴んでいます。さあ縦速攻、そしてグリーン、ビバリーにつなげてゴール下、バックショット決まってバスケットカウント、ジェラルド・ビバリー。ショットクロックは16秒。さあ上田、先ほどスリーを放っています。白戸がぴったりついている。上田がここはバンクショット狙いましたが、さあリバウンド取ったのは福岡。グリーン、中にいるビバリーへ、さあこのビバリーがゴール下のグリーン、ビバリー・グリーンの通面ゲーム。平グリーンに送ってコーナーに可能、ベースライン一気にかけていってバウンズパス、ゴール下のビバリー、今日17得点、前半しっかりと得点を挙げていたビバリーがまずはゴール下。本田がここは縦に預けて、あれがゴール下、キックアウト、丹野のスリーポイントシュート、決まった。リング弧を描いて決めていった丹野のスリー、ビバリーのジャンパー、福岡連続得点でさあリード6点。これジョーンズブロックショット、ビバリー、まずは縦がボールを丹野に預けて、その丹野がスピードアップ、スピードアップ、ゴール下決めていった。外のシュートだけじゃない、張り付いている、なんとか縦、丹野に預けて、丹野がゴール下レイアップ、そしてビバリー、グリーンゴール下ソープに取った。ここは船山もよくぞそのゴール下ソープに、縦がゴール下突っ込んだ、一旦外に振って本田、斜めから入っていってミドルシュート決めています。96対80。サグリンが最後までこのゴール下へのアタック、しっかりと決めてバスケットカウント。この厳しい状況でもグリーン最後までこのゴール下。